おはようございます、2023年、3月29日もう月末ですね、ちょうど名鉄稲山線の電車が入っていたところです。まだちょうど6時前ですね、今日はですねこの名鉄の働き方改革、江南市補定駅だけがですね、実は土日無人駅になってしまうと思っていたらば、昨日は柏森駅についても平日の朝7時30分から8時までしか駅員さんはいないという、やっぱり働き方改革がここでも行われております。ちょっとですね不便になったなとは思いますが、逆に言いますと ITC 化そしてデジタルトランスフォーメーションということで、ここには画像付き要するに対話型のインターフォンがついたということで、便利にはなったと思います。メテさん本当にね頑張って見えますね。ぜひともですね市役所の方もこういった便利な ITC 化デジタルトランスフォーメーション導入していかなければいけないなというふうに考えています。帰るぞ江南、変わるぞ江南、そして江南市、変えないかんという私の標語と同時にですねデジタルトランスフォーメーションデジタル機器をどんどん導入し生活を便利にしていきたい、そんなふうに思う今朝でした。ではいってらっしゃいませ。いつものお姉さんです。